ほらピロ。どうも、アルコールチャンネル管理人のピロです。こちらは我が家のポリプテウス水槽です。最近ね、ちょっと全然ちょっとポリプテウスの動画をね投稿してなかったんですけど、うん、今回はね、我が家のポリプテウス水槽のメンテナンスをねちょっと動画として紹介していこうと思います。はい、まあ一応主な内容としては、まあ、水槽の掃除とあとろ過フィルターの交換ですね。はい、まあなかなかねポリプテウス動画にする際にあんまこう題材がなかったんですけども、ちょっと今回ねろ過フィルター交換するってことでちょっと久しぶりにねろ過フィルターをねちょっと外して中の露材をね交換していこうと思います。はい、じゃあ早速ねやっていきます。はい、こちらがですね、我が家のポリプテウス水槽の1週間分の汚れです、真っ黒でしょ。一応まあ換水頻度はね週に1回程度でやってるんですけども、こんなにね汚れるんですよね、真っ黒何も見えないよね、一応まあ底砂ある程度厚く引いてはいるんで汚れはまあ溜まりやすいと思うんですけども、やっぱりね、しっかり掃除しないと、やっぱこんだけ、まあ、そこそこね、うちはガーネットストーンを引いてますけども、まあ、こんだけ汚れが溜まりますという感じですね。はい。真っ黒でだって見えるもんね、そこ。今回はね、ちょっとガネさんもね、ちょっとね、作っていきますわ。はい。まあね、ガネさんは掃除しないんですけど、まあね、ちょっと今回はね、すくって、ちょっと洗ってみます。はい。全部すくっちゃうと、ちょっと、あまりにちょっと水槽内環境が急変しそうなんで、ちょっとある程度ね、まあ、目分量で、掃除していこうとね、思います。はい。重いな曲がっちゃうよ。こんなもんかな。はい、まあ、こんな感じですね。まあ取りすぎない程度にね一応まあ回収して、はい、はい、じゃあね早速こちらのガネさんをね洗っていこうと思います。汚れてますね黒いわ。あ、やっぱ汚れたまりますね。結構ね古代魚は水をね汚しやすいって言いますけど、やっぱねしっかりこう定期的に洗わないとやっぱり汚れたまると。はい、じゃあね引き続き洗ってきます。
はい、洗い終わりました。やっぱねだいぶ汚れてましたね一目瞭然、まあ大体まあ 3,4 回ぐらいね、あの洗えばね綺麗になるんでね、ささっと洗いました今回。はい、次はねあのフィルターの方をね掃除していきます。はい、次はですねこちらのフィルターの方をね掃除していきます。はい、大体ね私あのポリプテス飼育してもう2年になるんですけど、ずっとねこのフィルター愛用してます。はい、非常にね使い勝手いいですね。はい、じゃあちょっと開封しますわ。うわー、わかるかな、汚れかなりね溜まってんすよいやーすごい汚いね。はい、うわーすごいでしょ汚れはい、いやひどいね汚いなー、ほんと。うわこれはあ汚いですねはい、しかもこんな感じです。はい、でこれをねまあ、どかして、いやかなりねやっぱ汚れてますね。はい、洗っていきますわ。やっぱかなりね、やっぱ汚れますよね。はい、こことかね、やっぱすごいでしょ、焦げ。あ、います中に。はい。はい、ですね、洗ったフィルターをセッティングしました。で、こちらをね、新しいろ材をね、購入します。一応ね、まあ、使用する際は、軽くね、すすぎ洗いしてからね、粉塵をね、落としてから使用しますね。はい。ここにね、サクッと、突っ込んでと。いいですね。よしよし。OK。蓋をして、OK ですね。はい。本当ね、このフィルターの管理がすごい手軽で、すごい使用しやすいですね。うん。私ポリプテウスをね、飼育する際にこのフィルターね、何も考えずに買ったんですけど、すごい大成果でした。はい、じゃあね、次は注水していきます。
はい、一応ですね、我が家のトリップテレス水槽の定期メンテナンスはこんな感じです。まあ、ちょっと若干ね、まだ水ちょっと落ち着いてないんですけど、はい。まあ、無事にね、終わりました。はい。まあ、結構ね、トリップテレスって、水をね、汚しやすい魚なんですけども、うん。まあ、その反面ね、やっぱりある程度も丈夫なんで、うん、私みたいなね、全然飼育ノウハウない人でもね、ちゃんと一定のセオリーを守って飼育すればね、ちゃんとこのように無事にね、飼育できます。はい、うん、まあネックなのがやっぱりその汚れですね、やっぱね、うん、どうしてもこういったね、ガーネットサンドをね、引くとどうしてもやっぱり溜まりやすいんで、まあ、そこら辺やっぱ注意しながらね、うん、飼育すればいいのかなって思いますね。はい、まあ、一応私ね、セネガルスとあとデルヘッジの2匹飼ってるんですけども、うん、飼育の手間はね、やっぱ大型のプリップよりはかかんないと思うんですけども、うん、やっぱね、いろいろなやっぱ水槽メンテナンスはね、ある程度やっぱこのように手間かかるんで、うん、まあぜひね、この動画を参考にしてもらってね、プリップテレスね、飼育してみたいなって人のね、ためになれば幸いです。はい、今回はね、我が家のポリプテル水槽のね、まあ、定期メンテナンスをちょっとね、動画にしてみました。はい。まあ、ざっくりこんな感じですよって分かってもらえば幸いです。はい。まあ、私ね、そんな、うんち語れる意味じゃないんで、そんな詳しく、はい。まあ、今後もね、こんな感じで動画投稿していこうと思うんで、よかったらね、登録と高評価よろしくお願いします。はい。ではね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。